準々決勝のフィーチャーマッチは竹内涼太選手グリクシスコントロール対、伊藤敦史選手アウタンストームの試合となります。なんか同僚だった男が見た名前、ね、この場に、はい、さあ皆さんご存知松岩さんがかなり個性的なアウタンストーム、うん、アウタンストームってまああの M19 が出た当時かなり話題になってたデッキなんですけど、今回結構やり込んできて独自のリストに仕上げてきたとおっしゃってました、はい、まだトップ8のデッキリストは上がってないんですけど決勝戦が始まるか、決勝戦が終わるぐらいにはトップ8のリストも出ると思いますのでぜひ、伊藤さんの青タンストーンも注目していただければなと思います、はい、さあここまでスタンダード6ラウンドそしてドラフトが3ラウンドと、はい、合計9ラウンドの激闘を制してトップ8に残ったお二人とですね、他にもトップ8に残られた方いらっしゃいますので後ほどですねお名前と使用デッキなどをご紹介できればと思います、はい、対する竹内さん、GP 名古屋リミテッドなんですけど、うん、過去に準優勝した経験があるということでかなり注目の一戦ですね、はい、他国境名人戦決勝ラウンドは日本選手が行われます。先行ここは予選順位の順位が高い方ですので1位通過の竹内選手がまずは先行でスタートするかなとところですね。そうですね、ホープスの宇都宮くんも、2位通過で決勝ラウンド進出を果たしています。トップ8に残られたプレイヤーですね、後ほどご紹介するんですがハレリアの公式ツイッターの方に8名全員の名前が載っておりますのでそちらの方もぜひご覧いただければと思います。さあいよいよ準々決勝試合開始です。さあまずはマリガンチェックから。これは伊藤さんちょっと土地がないですね。さあメインボードに関しては、竹内選手はかなり除去呪文が入っていて、うん、基本的にその除去カードは基本的には無駄カードという扱いなので、うん、伊藤選手としてはメインボードはしっかり取っておきたい。まあ、もう恒例ですけどねグリクスコントロールというのは対コントロールとかコンボデッキに鬼のように対策カードがサイドボードにあるので予選は9回戦ですね。スタンダード6回戦の、ドラフトが3回戦。今回決勝ラウンドに進んだ方は全員7勝1敗1分け以上の成績を残された方です。さあワンマリガンしてからですがどうでしょう。さあ土地は少ないように思いますね。土地は大丈夫そうです。コンパスかなんかが、なるほど、コンパスじゃないな、地図かなんかありそうに見えました。あと戦術ランドもあるんで、うん、さあキープして戦術上か下かを悩んでますが、かなり悩んでいますが、うん、なんか中途半端なスペルか、うん、僕の予想は逆説の2枚目と見ました。なるほど。上、これ上、逆説の2枚目読みです僕は。さあこの予想が当たるのかどうかというところも注目ですが、はい、準々決勝スタートです。まずはカクロランドをタップイン。コミそしてなんだ、あ、あれかドローですね。5マナ3枚ドロ ー、 おー、さあアルゲル団結、これは竹内選手いいですね。もうこんだけカードを引ければ無駄カードが多いとはいえど、さあザルファの国、
さ、このコンパスですね、航海士のコンパス、うん、これサイドボードには結構入ってたリストよくあったんですけど、最近はあんまり見なくて、まあ、特にメインボードに入っているというのはかなり珍しいので、うん、これが松川さんのオリジナル、これかなりアグローデッキを意識している、ね、そうですね、まあ、あとはやっぱり逆説で戻した後に唱えやすい、うん、さあ伊藤選手もかなり、うん、まあ、離岸した割にはすごく手札が整ってますね、うん、このターンドローすることもできますし、いろんな選択肢がある。今ちょうどあれですね、デッキのキーカードである、鼓舞する彫像を引いたので、うん、さあここはドローから入ってきましたね。さらに追加してまあ、あとは逆説が通せるかどうかですね、うん、メインボードは比較的も相手も、逆説に対応できるカードは少ないので、うん、あったとしても本当にごくごく数限られた枚数しか入ってないので、竹内選手はまあアルゲールをコントロールしているので真ん中寝やすいんですよね、比較的で今土地も止まってしまったので伊藤選手がまあ構えているように見えたとしても、うん、動かざるを得ないタイミングが出てくるので、まあ、ここは伊藤選手がいつ仕掛けて逆説を通すか。先日で下に送りつつ追加の小滝国会、そして鼓舞する彫像。さあこれはもう準備 OK と、まあ、策悪だったら問題ないっていう判断でしょうね、まあ、ちょっと打ち消されたんでちょっと計算外だと思うんですけど、これが策悪だった場合は対応して、うん、鼓舞する彫像を戻しながら逆説が打てたので、なるほど、まあ、ただどっちにしろちょっと竹内選手はこのまま土地がないともうずっと待ってることはできないので、さあここで伊藤選手は手札を補充する形になりそうですね。さあどれぐらいの、ここで当然おバラルも引き込んで5枚ドロー、逆説的一気に手札を増やします。ちょっと鼓舞する彫像が多分ないんですけど、それ以外ドローがいっぱいありますし、相手の妨害手段、コミットメモリーもあるん で続くドロースペルも引けたのでかなり悪くはないですね。本当に彫像がないぐらい不満があるとすれば、霊気貯蔵庫の50点ライフを支払って好きなところに50点という豪快なカードがあるんですけど、それかサイですね。サイでもトークンが1回分け始めると、うん、基本的に対処方法は限られているので、さあ竹内選手土地を引き込むことが未だにできない。そこはどうでしょうね、うん、まあ、とりあえずちょっともう土地を引かないともうどうしようもないですけどね。結局もうマナに差がついてると伊藤選手って攻め意味がないんでのんびりしてればいいんですよね。竹内選手が、うん、絶対こう2点クロックの状態では、そこでサイ、さあもうここでしますが、これが通る、ここで対応して何もなかった場合はもうもっとガンガン出していって、ここからは飛行機械祭り、これをしのぐのはなかなかに、サイ自体がまた硬いんですよね、本当にタフネスが4という驚異的な、最近モダンのクラークアイアンワークスとかでも普通に採用されるようになってますけど、しかも見た目以上にこの除去耐性が高いという、そうですね、スタンダードでやっぱり2マナ3点という火力が基本なので、タフネスが4というだけでかなり死にづらい。さらに送信も効かず、そして致命的な一押しも紛争状態でないと除去できない、ね、ということなんですね。まあ、本当に見た以上に硬いということですね。さあ4枚目の土地竹内選手引けましたが、ここは即ブラスから侮辱。さあ、まあこうやっても竹内選手がメインで何かをしなければいけない状態になってくると、伊藤選手はこの返しで好きな呪文を通すこと、おっとここで引きました、ね、キーカードこれだけが欠けていたというカードを引きましたね。さあ鼓舞する彫像引き込んだ伊藤選手、まずはドローから、ここで逆説があるともう最後までいけそうですが、あーけどすごいですね、サイも引きましたねコミットメモリー祭りが、
はい、松岡さん、伊藤敦史選手は独自の青タンストームを使ってここまで勝ち残ってきました。鼓舞する彫像が登場して、ここからさあ2体目のこの際ですね、登場してターンエンドと手札今コミットコミットコミットと、もうすごい、すごいです、ね、バラルの講義コミットメモリーが3枚で、コミットメモリーはもうあの裏面が強いんですよね、墓地から唱えた時の6、7枚ドローという効果が非常に強力なので、ドロー呪文として使えつつ相手の、妨害もできる優れものです。ここにはチクレイダズマ。さあ現時点でエネルギーはないので、これはまあ追加の火力呪文があるか、まあ、エネルギーをただ貯めたいだけか、うん、2点打ったんですかね、うん、ここにマグマのしぶきで暗殺剤除去しようとですが、ここにはコミット。さあこれで返しも7枚ドローもできますが、まだ相手の妨害がたくさんできるので打つかどうか悩ましいところですね。まあけどもうだいぶ整ってるんで打っても良さそうですけどね、うん、今鼓舞する彫像というカードがあるので、伊藤さんの色付きのマナは全て、マナコストの代わりにアーティファクトを寝かすだけでキャストできるようになっています。ここはまずはバラルの攻撃から打つのかな。まあもうコミットをもう普通に妨害手段としてこのまま飛行で殴り切るのも、うん、さあ打ちましたバラルの攻撃。さあここで武井選手が投了して、1本目は伊藤敦史選手が勝利となりました。もう何があっても、うん、トークンがまずそもそも対処しづらいですし、まあ、竹内選手一応全体除去呪文はあったんですけど、まあ、ここまで行ってしまったらもう逆転の目がないだろうと判断して投了となりました、まあ、ここからですね。やっぱり、うん、メインボードはオータンストーム、もうできた当時からかなり強いデッキとされてたので、うん、さあそしてサイドボードなんですが、手元にはデッキリストあるので、ちょっと津村さんからお話を聞かせ願えればなと思うんですけれども、もう竹内選手はいつものセットですね、うん、脅迫否認もうこれ多分放送で100回ぐらい言ってきたんじゃないかっていうぐらいの、まあ、青黒といえば脅迫否認と、あとは収集者2721で、エネルギーを2個使うとアップキープにドローができる、もうこの地獄の3点セットがコントロールや、コモデッキを苦しめてきたと。で対する伊藤選手なんですが、まあ、こちらもおなじみのバラル、クリーチャーの方ですね、2713のバラルが入って、打ち消し呪文を構えやすくして対抗する形になりますが、まあ、あと注目すべきはこいつね、最近かなりスタンダードな青い、いろんなデッキに入っててサイドボードではよく見かけるカードですね。特にこうやって対戦相手が、致命的な一押しとか除去を抜きたいマッチアップでは対戦相手もサイドボーディングがさらに難しくなると。2ターン目に出ると本当にプレッシャーがねすごいクリーチャーなんですけど、やっぱりそうなると、まあ、軽い単体除去というのは抜きたくても相手側からするとやはり抜けない。だいたい2枚3枚入ってるので、うん、なかなかそうですね。僕も伊藤さんと呼んだことは多分放送これが初めて放送解説するのも初めてなんで。さああと珍しいカードとしては組細工、赤の組細工、うん、ファイアーフォージャーズパズルノート、これですね、炎火事の組細工。なんやねんこの弱そうなカードだと、うん、一見かなり弱そうなんですけど、うん、まあ、その九段の収集艇を除去するには最適、アドバンテージを一切失うことなく収集艇をきれいに除去してドローができると、うん、まあ、あの歩行バリスタとかが、この枠には一般的だったんですけど、うん、それよりもよりアドバンテージを損することなく、歩行バリスタも X2 以上の時はもう得できて相手が2匹出してても殺せるんでいいカードなんですけど、
右の人ご存じない、ちょっとショックですね我々としても。ちょっとぜひハレリアの記事ページご覧になっていただければなと。今死の影が世界中でこんなに使われてるのはこの右の人の影響かもしれない。そしてまあ対する竹内選手も先ほど妻さんのお話でもあった通り、グランプリの方が2016でも準優勝経験があると。そうですね、強豪ですね、強豪同士の対決ということですね。ちなみに竹内選手はなんとメインにチャンドラの敗北という素晴らしいすごいですね。先週の RPTQ 関西がどっかのやつがメインにチャンドラの敗北3枚の赤いデッキが買ったらしいんですけど、まああのもう何年前ですかね、13年前とかもっとか15年前ぐらいですかね、サイカドグっていうスタンダードで最強の青いデッキがあったんですけど、反論っていうカード2マナで青いスペルを打ち消すっていうのがもうメインにバンバン入ってた時代があるんですけど、それを思い出すような。三つ村さんとしてはこのアプローチはどうですか、メインにチャンドラの敗北という。いやこれは最先端かなと思います。本当にもうそれ以外見たことないレベルなので、もう本当に来るとこまで来たなという、まあ、今の強い赤が強いとされている時代を象徴するような出来事ですけど、だけどこういうのは本当にすごいですよね。もうサイドボードカードとしかもうみんな思ってない中で、なんとそれをメインに3枚入れてしまうという。さあで、竹内さんも今回1枚メインに採用しているということで、これからこういった戦略がもっともっと一般的になってくるかもしれません。さあ準々決勝2本目がスタートです。1本目は青田総務伊藤敦選手が勝利しています。竹内選手、作白、機械、巨人、もうちょっとスペルはあるか、スペル、土地が少ないのか、ちょっと手前の方が見づらいですが、土地が2枚っぽい感じですね。さあ両者マリガンなしでスタートして、さあここで滝の断崖スタート来ました。さあバラル、これが手元の策悪でこれは即除去していきます。これはいい展開です、本当にバラルが生き残るともう全然行動回線に差ができてしまうので。さあ竹内選手多分土地も問題なく引けているように思います。さあしかしここで続けてサイが登場、土地をサイクリングしてこれ除去を探しに行ってる感じですかね。まあただ本当に相手を除去れるカードは少ないので。さあ竹内選手、機械巨人が2枚とおそらくスカラベの神が1枚見えるんですが、この際に対抗するカードが今のところない状態、まあ、ちょっとあれですね、手札が全体的に重かったんですね。策悪はあるけどちょっと他がっていう。なるほど。さあ予言のプリズム、いい展開ですね。竹内選手否認があるんですが、これに否認を打つわけにもいかずというところで、そして選択、さあ飛行機械が増えていきます。ここでキーカードの鼓舞する彫像も引き込んで、この場で次スカラベの神が登場すると、ちょっとこのマッチアップにおいては、まあ、今バラルが、いるんで、まあ、返しのターンですね。返しのターンで伊藤選手がどんなアクションができるか。さあ、王の意志が結構カロリーの高い4枚がめくれていますが、ブラスカーの侮辱かな。そうですね、まあ、ここでサイが除去することができれば、ちょっとやっぱりサイが生き残っているとどうしても伊藤選手がずっと盤面で有利なまま進んでしまうので、まあ、ただいつ打つかは難しいですね。金属の叱責とかもありえるので。さあ出ました、スカラベの神。さあこの返し、返しのアクションが地味だとやはりスカラベの神は神ゆえ、また伊藤選手も一応しっかり返せそうではありますね。鼓舞する彫像から、コミットメモリーでバーンすることもできそうですし、ただ選択肢が多いのでどう動くか。さあここでドローで手札補充、さ
もうかなりコンボパーツは揃ってきている状態の伊藤選手ですが、まあ、ただサイドボード後なんで、多分あの軽いアーディワークと結構減らしてると思うんですよ。モックスアンバーとか抜いてるようにも見えたんで、まあ、なので逆にちょっとその色付きの呪文ばっかりで若干の動きづらさがあるかもしれないです。さあ、サイは死んでしまいましたが、まあ、またもほぼ自由な形でターンを得られたので、ここもいや本当に手札が青い呪文だらけでちょっと動きづらい、繋がらなそうな感じに見えますよね。さあ、ちょっとうーんといったところですが、鼓舞する彫像もあんまりに早く起きすぎるとちょっと対処されてしまって、なるほどなるほど。さあ、ここはまたも3枚ドローで探しに行きますが、またも色付きの呪文がちょっと多い感じですが、一回コミット、そうですね、一回戻して相手のクロックを外すことで、こうするとまた竹内選手が動かない限りは、今、伊藤選手はかなり手札が強いので、竹内選手がこれでまたクロックがダメージクロックがなくなると、さあ、手札が触れているのでディスカードというところですか。ちょっと悩んでいますね。そうですね、手札が強いですからね。さあ、結局中略を捨ててターンエンドですね。竹内選手としては相当嫌ですね。中略もまあ今別に全然弱いカードではないのでそんな強いのかという感じですよね。そうですね、即席は即席、あのアーティファクトを寝かすという効果なので、まずは御所会の収集者ですね、こちらから出していく。まだ機械巨人は唱えられない感じかな。マナしかないですね。竹内選手手札が機械巨人と否認ですからね、次のトップが、スカラベ、まずは鼓舞する彫像からキャスト。これは結構本命中の本命といっても、さあ、ここには否認が飛んできます。これに対して一応全力を出すと通せそうなんですが、出しましたね、ここに暗記を。少し悩んでアタックして終わりですね。さあ、竹内選手は、ここで機械巨人を出して策悪で彫像を壊すか、スカラベの神でダメージを優先するか、まあ、彫像はかなり危険なのでね、ここは策悪をもう一回唱えて破壊と。さあ、これでクロックも一応できたので、伊藤選手はもう急いでいかないといけない、ああ嬉しい地味ながらかなり嬉しいこのドローはこのね、ゼロワンのアーティファクトを求めていたわけですからね、素晴らしい。逆説がいっぱいあるし、今サイも出たのでこれ非常に嬉しいですね。さあ、ここで逆説的な結果で大量ドロさあ、竹内選手の手札がスカラベの神で、次のトップが否認までは知ってるので、さあ、ここでボブがカードを引かせて1枚だけ知らないカードが竹内さん手札にあることになります、さあ、ここで引き込むのが2枚目も否認かな、否認2枚目。いやー、このタイミングの際もかなりいいですね。クロックをしっかり抑え込んで手札の強さを生かせていけそうな、これいやらしいですよね。当然なんですが、この11の
飛行機がブロッカーとしても、ね、きちんと機能するっていう。そうですね、らしいですよね。ブロックしながらサイの能力でドローもできるので、うん、さあバラル、ここでのバラルはどうでしょうね。強いです、はい、強いです。いやバラルもいつでも強いです、うん、いつでも強い。もうとにかくスペルが1マナ軽くなるって世界が変わるので、うん、まずは3ドローから。ここはさすがに否認。もう伊藤選手としては手札にドローが若干余ってるぐらいの状態なので、うん、ここに打ち消し呪文を使わせて本命の逆説なり、うん、違うカードを通しに行く感じですかね。さあサイド予言のプリズム、そして増えていく飛行機械トークン。もう仕上がってきましたね、だいぶ。これは仕上がってきましたか。ここまで来るとなるほど。さあ対して苦しいのが竹内選手、思うようにこの飛行機械トークンの海で攻撃を通すことができません。もうこのままではね、ずっと伊藤選手がいい状態のままターンが進んでしまうので、竹内選手はなるべくもうスカラベの神なり多少でもリスクを背負っていかないと、うん、さあスカラベの神手札には最後の2枚目の否認がありますが、さあ状況依然苦しそうに見えますがどうでしょう。さあたくさんある選択肢の中からまずは、うん、逆説的な結果。うん、まあ右、奥にある画面奥にある3枚は確定なんですが、さあ3枚だけでしたね。ここね3枚だけっていうのもそんなに手札が強いんだと思わせ る, なるほど。普通はまあもうちょっとバラルとかも言っても良さそうに見えるけれども。さあここに否認。さあこの辺からですね、あとドローが1枚と、うん、コミットメモリーなので、さあここにはあもうですかね。いいか伊藤選手。さあこれは今多分土地がちょっと余ってたんでバラルのルーティングをちょっと失念してたっぽいですけどね、うん、打ち消しに成功したんで今バラルの能力が誘発して島を有効範囲に変えることができたんですが、さあとはいえもう何のそのと言わんばかりに、先ほどの妻さん注目の赤組細工も今引いてきましたが、もう起動することはないです。ではもうあの起動するとスカラベで 4-4 になって帰ってくるんですね。2-1 のまま場にいてくれと。さあ手札がなんとディスカードして8枚対0枚まで来ました。さあ竹内選手なんとかしてここから巻き返していきたいところ。まずはスカラベの能力を起動してバラルを 4-4 にして自分の陣地に加えます。そして先日ただねやっぱりクリーチャーがもうこれ以上いないので、うん、本来であれば普通のデッキ対決であるともうこの辺まで来るともう墓地に無限にクリーチャーがあって、うん、まあ、大体2匹3匹釣ったところでゲームセットという展開が多いんですけど、うん、もうこれ以上釣れないので。さあここはなるほど、かなりがっつりブロックしに来ましたね。まあもうちょっと無理でも攻めないと減らないですからね、うん、クリーチャーが。でまあ、今ボブが死んでもまた 4-4 になって帰ってくるので、おーっとここで最後のピース、これが揃ってしまうと、これが通ります。
そして逆説的な結果も手札には2枚見えます。あ、失礼しました、2枚は見えないですね。いや、2枚あると思います。ありますね。まあ、ここまで来ると本当に別に焦らなくてもいいんですよね。手札に打ち消しする呪文もあるので、もうこの際で増える飛行機械得で勝ってしまうと。そうですね、それもできますし、まあ、相手が何かしてきた時にスタックで打ってもいいですし、組細工で点サイドボードが結構そうですね、霊気貯蔵機を抜いてる人が多いので、さあこれアタック2点、気持ち1本目より頑張って殴ってる気がしなくもないです。1本目は戦闘どうでもいいやオーラ出てましたけど。そうですね。さあここでターンが竹内選手に返ってきて、態度にご紹介の収集車を 4-4 にして割り戻していきます。さあしかし、あ、ニコルボーラスが見えて、うん、ただもう打ち消し呪文とかの方が嬉しいですね。ピンポイントで逆説をどうにかしないと、ね、2枚とも下に送りましたね。さあ伊藤選手はもうこのターン終了時に仕掛けてもおかしくなさそうですが、逆説から行ってもうカウンターされることがなかったら次のターンで、なるほど、もうゲームが決まるぐらいのアクションが起こしそうなので、まあ、だから次のメインで仕掛ける方がまあ隙は少ないか、まあ、対戦相手が2アクション3アクションあった時にちょっとこのエンド前に仕掛けると隙が大きいので、さあここは全員でアタック、あ、打ちそうですね。このブロックの仕方はおおむね打ちそうに見えます。ここで逆説的な結果をキャスト。さあ対象が6枚、もう半分ドローがついてるので、まあ、実質10枚程度ドローできる、9枚ドローと一緒ですね、はい、さあこれに合わせて策悪を鼓舞する彫像に竹内選手打ち込みますが、まあ、伊藤選手その気になればもう土地で、もう1枚サーチすることもできます、ちょっとここにどれぐらい食いつくか難しいですね。さあここにさあライブラに戻っていきます。錯覚もうここでアクションが竹内選手できないと伊藤選手ももう何もないって分かった状態で凄まじいマナとともにターンが始まるので、さあこれが通りました。大量のアーティファクトが手札に戻って、そしてさらに大量のドローもついてきて、もう手札がすごい枚数。もうこのままですと本当にもう放っておいてもサイだけで勝ってしまうような。もう手札あり余る、どれから行こうかなという、まあ、とりあえず茶色出してみようかな。いや本当にサイの恐ろしいとかマナがある限りこいつらもドローで使えるという、すごいですね、とんでもない。まあそうですね、これこの盤面をとりあえず返さなきゃいけないんで竹内選手は。まず光物集めの鶴、ね、あさあ霊気貯蔵機出ました。今ストーム5ですかね。さあ
まあ、先ほどまで、そうですね、さあここで投了と、まあ、あそこまで対応がなかったので何もあるまいと。はい、というわけで基本セット2019環境名人戦準々決勝フィーチャーマッチは青タンストームの伊藤敦選手が勝利しました。おめでとうございます。